も皆さんこんにちは、プリンセスユイです。このチャンネルはこういう風に皆さんに日々の生活の中に役に立つかっこかもしれない、でも辞書の中でも教科書の中でもなかなか載ってない言葉を一個ずつ、まあ、たまに二つでもあるんですけどね、紹介しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録の方もよろしく。それではレイ、よろしくお願いします。はい、今日は私来ちょっと日本語おかしやな。はい、今日はですね、皆さんに紹介したい言葉はこちらです。てっていう文法かな。まあこの言葉はね、多分日本語を喋る人、日本語を使う人にとっては一番親しい言葉やと思っております。まあ私ね、ずっと前から文法の話はしないでアピールしてたんやけどさ、なんで急に文法の動画を撮ろうって、やっぱね、この文法、まあ文法というかこの単語ね、この単語さえ覚えといたらな、ほんまに日本人の会話するときは何とかなるでしょかもね。では早速具体的な使い方を皆さんに紹介していきたいと思います。どん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 見ていきましょう。今日の動画のテンションマジでおかしくない？では手の使い方その1、この手じゃないですね、とに言い換えることができます。どういう意味かっていうと、初級の皆さん、この文法は覚えてるでしょうか。と言います、と言っています、と思いますという文法ですね。実は日常会話の中でほとんどの日本人はね、このとと言わずにてって言っています。で、例えばね、自己紹介の時にどうも皆さんこんにちは、ゆいって言いますって感じで、ゆいと言いますじゃなくて、ゆいって言います。あとは例文の時に、例えばこちらの例文を見ていきましょう。先生は今日帰っていいよと言いました。先生は今日帰っていいよと言いました。中のとは手に言い換えたら、先生は今日帰っていいよって言いました、先生は今日帰っていいよって言いました。まあでもさ、今動画を見てるあなたにとっては多分この手はちょっと難しいかもしれないんですけどね、あの特に日本語初心者にとっては、あと日本語を読むときはね、中の手って読み方はちょっと難しいやんって思う方もいらっしゃると思うんですけど、そちらの方はね、よかったらぜひ私前回の動画、日本語を読むときの間の取り方っていう動画を参考していただいたら嬉しいです。詳しく説明してたんで、この動画の下の説明欄やコメント欄にチェックしてみてください。ちなみにね、このって言いますっていうフレーズは略すこともできます。日本人はほとんどの時、って言いますと言わずに、てだけを言っています。例えば、先生は今日帰っていいよって言いましたっていう例文は略して、先生は今日帰っていいよって、てまで言ったらもう大体ね、相手も分かってくれるから、よかったら皆さんもね、日本語喋るときは使ってみてください。では次、手の使い方その2はとして使います。例えば、てかさ、知ってる？ケンってさ、中国語でさ、ケツの穴って意味だよ。橋本環奈さんってほんまに可愛いやなって感じで、だいたいね、何か話題を出したい時に名詞プラス手って感じで使います。で、さっきの例文みたいに、橋本環奈さんで可愛いですよねっていう例文は、実は橋本環奈さんは可愛いですよねっていう意味です。これほんまに便利やから、よかったら皆さんね、使ってみたらいかがでしょうか。ほんまに便利やで。そう、うん。手の使い方その3、伝文の時に使います。これな、ちょっと一番目と被っちゃうかもしれないんですけど、まあ例を見たらそのちょっとだけの違いが分かってくれるかもしれないですね。もうムカつくわ、今日はもう帰るわ。え、Aさんどうしたん？知らん、なんか今日はもう帰るんだって。そう、このうんだ、うんですっていうのが、多分皆さん中級くらいで勉強してたかもしれないですけど、多分教科書の中では強調したい時にこの文法を使うって教えてくれたかもしれないですけどね。ですけど、まあその通りです。はい。で、一番目の使い方と何か違うかっていうとね、一番目はただ第三者目線でどっから聞いたことをそのまんま他の人に伝えますって感じですけど、でもこのうんだってやると、ちょっとね、どっから聞いたことを強調しながら他の人に伝えます。まあ、こんなちょっと微妙な差があるんですよ。そう、このうんだっ
って、うんだって、よかったら皆さんも会話の中で使ってみてください。あとは、自分が言ったことをもう一回アピールしたい時にも使います。例えば。てかさ、今日の晩ご飯何する？カレーはどう？え、何？カレーがいいねって。あ、オッケー。こんな感じで、他人が言った言葉を聞き取れない時に、あとは、他人が自分が言ったことを聞き取れなかった時にも、両方とも使うことができます。で、もしね、皆さん日本人の会話をするときに、聞き逃したら、まあその、聞き取れなかった時の、その具体的な対策ね、他の動画でもまとめてみましたので、よかったらね、ぜひこの動画の下のコメント欄と説明欄でチェックしていただいたら嬉しいです。ちなみにね、これは日本人同士が喧嘩するときもよく聞くんやから、よかったらね、皆さんも今度日本人の喧嘩する、なつってお前、って感じで使ってみたらいかがでしょうか。はい。以上です。手の使い方を3つ皆さんに紹介しました。いかがでしょうか皆さん。まあこれはね、私個人的にこの3つにざっくり分けてみましたけど、他の教科書とか先生とかはね、他の分け方もあるかもしれないんですけど、まあとりあえずね、この3つ先に覚えときましょうっていうことでした。まあ、絶対ね、まだアンチなコメントとか、あと、わけわからん人は、下のコメント欄にさ、また他の使い方もあるやろみたいなやつも絶対おるわけや。まあ、でもさ、そんなに日本語うまいやったらなんで他人に教えないのお前ら。って思います。まさかに自分の日本語はめっちゃうまいって思いながら裏で、お前ら全員バーガバーガ、日本語が下手くそでクスクス笑いながら他人のことをおバカしてるかもしれないかな。まあそういうやつね、もうおるかもしれないんですけどね。まあそれは置いといてね。まあだいたいこんな感じ。今回の動画はここまでです。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画は少しでもあなたの日本語の勉強に役に立ったらすごく嬉しいので、よかったらぜひチャンネル登録、これよくないな、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。